はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、まあ、メンテ明けでね、まあ、やっとロブソン来たかっていうね。まあ、イベントで出しといてね、ガチャにはなかなか追加されないってパターンも、まあね、たまにはいいのかなっていう。でね、まあ、メンテ内容としては、ワールドチャレンジステップアップガチャとか、ワールドチャレンジガチャ、ワールドチャレンジのイタリア編っていう感じで、カテゴリーに欧州が加わったよと。で、挑戦の奇跡リセットと、ボーナスチケットガチャの更新と。で、まあ今まであったガチャとかイベントが終わりましたよ、みたいな感じで書いてあって。まあ、ソリマチくんのスキルがね、25% オフのところね、まあ 75% オフで、まあ 25% しか発動しないようになってたみたいなね、キャッチキラー、間違ってたらしいですというね、話もありましたと。そんだけかな、今回は。で、昨日アップデートは、ミラクルシュートにフルオートが登場しましたよということで、まあなんだろうな、使いどころとしては周回で、あの別にミラクル普通に、なんだろう、オートでやっちゃっても勝てるとこ回るときはこれでいいのかなって感じだけど、ただ今だとね、スキップできるからね。で、スキップできない、あの1日1回挑戦するやつとかだと、ちょっとフルオートで勝てるか怪しいから、使いどころが微妙かもしれん。ってとこかな。で、まあ、ワールドチャレンジイタリア編が来てますよと。これはまあ、ランキングイベントではないので、なんか星を集めて、サポートカードのね、嵐の特訓をゲットしましょうという感じですね。で、まあ、ガチャがやっぱ目玉かな。そうなると、ワールドチャレンジのステップアップガチャってことで、ジェンティーレとロブソンと。で、ジェンティーレは中学生、イタリア中学生で、ロブソンに関してはジュニアユースのロブソンと。なるほどね。はあはあはあ、両方じゃないな。ジェンティーレはパワーの欧州ディフェンス。なるほど、密着マーク。パス&シュート。これはなんだ？シュート以外のスキルで、マッチアップ時に勝利した場合、シュートスキルを装備しているパワーフォワードの選手にパスを送り、スキル威力プラス 15% のシュートスキルを発動させて最大1回。なるほど、なるほど。これは相手からタックルとかでボールを取った時に、技能として、パスを出して、シュートを打ってもらえるという感じか。これはあれだな。この技能でシュート打ったときに、フォワードの、そのシュート打った選手のシュート回数が減るかどうかが気になる感じかな。まあ、威力は上乗せされるみたいだけど。なるほどね。で、ロブソンだよ、ロブソン。ロブソンについては、ブロック 30% とジュニアユースのスキル 3% で、シュート威力ダウンっていうことで、シュートスキルとマッチアップに敗北した場合、自身のスキル威力の分だけ相手のスキル威力をダウンさせる。これがね、敵で出てきた時は強かったけど、まあ、ホールボディブロックで、これで止められなくても、なんだ、相手のシュートの威力をね、削ってくれるということで、まあ、だから、あれだよね、キーパーと、ディフェンスのね、スキルの威力足した分を超えないと、まあ、シュート打ったが突破できないってことね、これ強いよな、ロブソン欲しいな、これ。この2人だったら。なるほど。で、しかも今回ね、このステップアップのガチャ形式なので、まあ、ステップ2でね、もらえるメダルとかも美味しいし、初回は半分で引けるし、結構いいことばかりかな。で、海外星3確定も何が入ってるかによるけど、ステップ3の確定枠では、まあ、ジェンティーレとロブソンと、小春光いいね。反動収束陣法を、まあ、限界突破上げていきたいと、いう感じかな。あとね、そう、オワイランも欲しいね。中学生のね、即パー作りたいと思うとね、結構、オワイラン強いんだけど、引けてないからね。で、タイの3人も、1人も持ってないので、この辺もなかなか欲しいところかな。はいはい、なるほどね。
あのね、これで言うと中学校のピエンナポとか、パスカル・ディアスあたりはちょっと外れかなっていう印象かな。なるほど。で、ステップ5の確定枠には、ジェンティ・ロブソンと小春光と、サンターナとレオか。なるほど。2週間あるし、とりあえずステップ1だけ引いちゃおうか。あ、で、ちなみにボーナスチケットの、ラインナップの更新っていうのは、あれかな。パスカルと、バルカン、ん?ガルバン。ガルバンとバルカンがね、ちょっとね、ややこしくなっちゃうんだけどね、それはね、名前の響きが似てるせいだから、ちょっと勘弁して。が、まあ、加わりましたよ、ということで、まあ、とりあえず一回引いてみよっか、これ。2回目はね、微妙に足りないけど、ちょっとね、イベントを回ったり、挑戦の奇跡回り直したりすれば、ステップ2までは引けるでしょう。ステップ3以降ね、ちょっとどうするか悩みどころなんですが、まあ、とりあえずね、一回引いてみようと思いますと。さあ、お、とりあえずどっかにいそう。歓声が上がってる。さあ、どこで来る。ちょっと自頭、ダブル自頭からの松山が来て、ハンブル林、さあどこで来る松山。松山と自頭がいっぱい来てない、なんか。浅野くんね、はいはい、おし、ここだよ、し、何、あ、あ、まあまあまあ、レオね、お、まあいいでしょう、持ってなかったので。レオはなんだっけ、あ、低弾道スイングシュート、なるほど。おっと、何、おし、おし、おお、やった、これは嬉しい。ジェンティーレゲット、これはでかい、めちゃめちゃ嬉しい。まあロブソン出てほしいところではあったが、ジェンティーレもいいでしょう。オッケーオッケー、カテナチオタックル、しかもあれでしょ、これでフォワードに送ってくれるんでしょ、ボール。あお、ジート、また来た。これ、ジトーと松山どんだけ出てんだよ。ちょっと面白い画面になるんじゃないの。ジトー、ジトー、ジトー。松山、松山、松山で、まあ、レオとジェンティーレが来てくれたと。オッケー、ここは嬉しい。レオは、あ、カルロスがフォワードに編成されているとか、これちょっとあれだな、サンターナがいないと、技能が発動しないから、力半減って感じか。まあ、半減までは言い過ぎだけど。いや、しかし、なん、この、なんか、星2で、なんか、3人、なんか、3人が 2種類っていうのもすごい確率じゃない？ 2 枚抜きもそうだけど。これはなかなか気分がいいね。この画面のまま、今回の動画は終わりにしようかな。はい、ということで、まあ、メンテ明けのね、いろいろ見ていったのと、とりあえずね、今回来たガチャを1回引いてみました。ということで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。